藤拓也は日本の俳優、ナレーター。神奈川県横浜市出身。エンズタワー所属。2000年より衝撃上の役者として活動を開始。2005年頃まで長、が、カタカナの藤拓也の芸名で活動。2001年頃より劇団ユニットプリセタの舞台に関わる。当初は舞台の裏方を希望していたというが、第3回公演、ミイラ以降。 役者として舞台に出演するようになる。2006年にプリセタの劇団員となり、以降は同劇団が消滅するまで全ての公演に出演。客演も多数こなし、下北沢の小劇場を中心に活躍。そのことから2008年には、明田康人や大堀光一らによる映像制作チーム7色による DVD、 ゴールデン7色の特典映像に下北沢で活躍中の藤田拓や先生として出演している。2005年には低カロリー演劇ユニットプリタクを主催。2009年に上演した第2回公演パズルでは役者としては出演せず演出を務めた。同作の演出をもって上演した阿佐ヶ谷シアター社員の2009年上半期演劇奨励賞を受賞。2005年 鈴木光介監督のマイチングマチコ。ビギンズで映画初出演。その後も同監督作に数本出演し、遠藤健一とも共演。2009年より遠藤のマネジメントを主としている有限会社エンズタワーに所属。映像作品にも活動の場を広げ始め、2013年には演舞ゼミナールのシネマプロジェクト第2弾に参加。今泉力也が監督を務め。 内田氏がゲスト俳優として出演した映画サッドティーにカフェのマスター役で出演。同作品は第26回東京国際映画祭の日本映画スプラッシュ部門に出品され2014年5月より全国順次上映された。この年はキネマ旬報ベスト10第9位の映画水の声を聞くにも出演するなど役名付きで出演した映画が3本。 劇場公開されている。2019年、植田慎一郎が監督、脚本を務める松竹ブロードキャスティングのオリジナル映画プロジェクト第7弾のオーディションに参加。約1500の応募の中から、最終の15人に残り、映画、スペシャルアクターズにメインキャストとして出演。同作品は、松竹配給で、同年10月より全148巻で上映された。 2018年より映画監督の真田美希や脚本家の大田義や俳優の堀川、広樹と共に駐車監視員をテーマにした長編映画緑虫の夢の制作に参加。モーションギャラリーにてクラウドファンディングプロジェクトを立ち上げ目標金額に到達。翌年、スキップシティ国際リシネマ映画祭2019の長編部門にノミネートされた後、 2019年11月からの全国順次公開に至った。富士は同作品で主人公の注射監視員、誠役を演じ、これが富士にとっては初の主演作となった。下がった目尻や刃を覗かせる口元などを持った特徴的な顔のみならず、性質も感高く特徴的であり、舞台で積極的に活動していた頃から個性派俳優として活躍していた。 映像作品に活動を広げた近年では、水の声を聞くで信者の夫婦役、スペシャルアクターズで頼りにならない、事務所社長役、緑虫の夢で気まじめな駐車監視員を演じるなど、冴えない、中年役を多く演じており、売れない、演出家役で出演した、東京儀局の監督である平波渡るは、藤拓也さんが演じる人って、本当にダメなんですよと語っている。俳優業が主だが、 エンズタワーでは、ナレーターとしての所属になっている。富士の勘高い、特徴的な性質について、事務所の公式プロフィールでは、優しくて素朴な声色、このほのとした喋り方と紹介されている。映画監督の上田新一郎は、サッドティーに出演している富士を見た時から、雰囲気の良さが気になっていたといい、実際に、小畜ブロードキャスティングのオーディションで、富士に出会い、 特徴的な顔や声、ポンコツ具合がすごくよく感じたという。映画監督としても活動する俳優の真田美希キは、富士の魅力について芝居が好きという強くまっすぐな思いを持っていることを挙げている。プリセタで同じく劇団員だった関博之によると、悪口を言う人を聞いたことがないほど物腰が柔らかく、温厚な人。上田の妻の映画監督の福田美幸によると、 見るからに頼りなく、不器用そうで、実際にそうだったが、そのヘッポコ感が現場の空気を和ませ、若いキャストを安心させてくれたという。一方で、自身が主催していた、プリタクで出演してほしい女優が、遠方に住んでいても、すぐさまその元へ直行するような行動力があったり、スペシャルアクターズでのチラシ配りの日程や、チーム分けなどを率先して行うなど頼りになる面も、 持ち合わせている。普段は無口な方だが、お酒を飲むと陽気に語り出し、面倒くさいところがあるという。好きな食べ物はラーメン。趣味は演劇鑑賞や野球観戦で、地元球団である横浜 DNA ベイスターズのファン。劇団員時代には特技にバスケットボールを挙げていた。好きな映画は、ポリスアカデミー、グーニーズ、太陽を盗んだ男、サニー永遠の仲間たちなど。 憧れている、尊敬している俳優に山田達夫、田中邦へ、柴田京平や事務所の先輩である遠藤健一を挙げている短編映画ありがとうございます。